チーム ACIC の SD 深くと渡辺です。聞き慣れないバックボーンだと思いますけども、頑張って精一杯やっていきたいと思います。気になった方は SDF 格闘をググってください。いきます。こんにちは、高梨宝と申します。古流剣術を専門にやっております。剣術の理論を体術に活かせないかなと思って応用したいと思ってやってきましたけれども、素手の武術格闘技の大会とか試合の経験ほとんどないので、怪我しないように頑張りたいと思います。さあ菊野さん、こちら担当 VS 素手、はい、ルールトーナメント1回戦第2試合、ごめんなさい、第3試合です、はい、さあ渡辺選手対高梨宝選手、はい、渡辺選手ね、もう素手の強さは圧倒的なんですが、はい、この SDF 格闘っていうのはですね、この担当などもやってるらしいので、ちょっとね、どんな風なご協力者が楽しみですね。対する高梨選手もね、古流剣術、あの宮本武蔵の 2.1 流とかね、新影流っていうのをやってるらしいので、こういうの慣れてると思うんでね、楽しみです。さあどうなるのか、渡辺選手が担当を持って、おお、なってる、早い。こんな一瞬で決まります。めちゃくちゃ慣れてますね。慣れてますね。いや、もちろんね、普段そういうことするような方じゃないですけど、ちょっと恐怖を感じますね。いや、怖いな。絶対怒らしたらダメですね。こういう怖さをね、感じるってのもこの KTIG のいいとこだと思うんですよね。はい、リアルに想像してみる。次は逆ですね。高梨選手が次担当を持って、渡辺選手がこちら素手ですが、なんか渡辺選手もなんか担当を持ってるような感じに見えますよね。全然恐れてはいない感じですね、はい、相手が素手かのようにこう間合いを取って、高梨選手もなかなか入っていけないんじゃないですかね。そうですね、むやみに入れないですよね。でもこれ多分お見合いしてたら渡辺選手の土俵だと思うんですよね、はい、さあ渡辺選手はこれ来たところを狙ってますよね。さあどう、高梨選手を狙ってるぞ、左ハイキック、お、ここで渡辺選手が、おお、なるほど、すごいすごい、これで、取りましたね。担当を持ってる手をこう固定して動かせないようにした状態で突きを入れましたね。勉強になりますね。ああいう風に戦えばいいんだっていう、担当が届かない距離にね、自分を置いて、確かにすごいですね、両方取りましたね。ということで1回戦勝ったのはこちら渡辺克典選手でした。さあ準決勝も楽しみです。見応えありますね。見応えありましたね、この試合。